はい、こんにちは、つつけんです。今日は3月1日、現在の時刻は10時55分、そして気温 22.5 度。ほんとかいこれ。ということでね、昨日出せなかった俺的見頃宣言、今日出してしまいます。ちょっとね、遅かったぐらいかもしれないですけれども、今日もだいぶ人がね、歩いています。にぎわっております。河津桜祭り終わってしまいましたが、まあ、実質ね、延長ということで3月6日まで、駐車場、屋台、そしてトイレなどのね、機能はね、そのまま維持したまま6日までお花見をね、楽しむことができます。もちろん桜はそれ以降も楽しむことができると思いますので、ぜひよろしくお願いします。そして俺的見頃宣言と同時に、なんと大ニュース、明日のノンストップに出ます。フジテレビのね、10時からの番組だったかな、ノンストップという番組なんですけれども、私この現地からね、生中継のリポーターとして放送事故にならないように気をつけますが、もう知りません皆様。テレビの前で、録画してね、お待ちください。はい、ということで今ね、ここ宝泉橋のあたりにいるんですけれども、また後でね、駅の方も行ってみたりとちょっと動いてみますので、よろしくお願いします。はい、河津駅にやってきました。ではこれからね、河津駅の線路沿いを歩いて川に出たら、屋形橋から河口のあたりまでを見ていきたいと思います。もうこちらもね、綺麗に咲き揃いました。もう本当にね、見頃ですね。つぼみもまだあるので、本当に8割8分咲きぐらいですかね。はい、屋形橋にやってきました。いやー、すごい。もう見頃ですね、これは素晴らしい。こんな中を歩ける人たちは幸せですね。素晴らしい。はい、ということでね、町内全体見頃ということで、もう河津町は春真っ盛りになりました。そしてね、先ほどまでリハーサルをやっていましたが、私明日テレビに出ますので、リアルタイムで見れる方はよろしくお願いします。見れない方は今日中にチャンネル登録じゃないや、録画予約をお願いいたします。それではまた明日、明日はテレビの前でお会いしましょう。